先生の2021年の目標は、どんなに田舎でもどんなに小さくても、負けないソロバン教室を作ると。さあ今日も撮っていきたいと思いますね。少し告知をさせてください。来年の、春締め切り、2021年の4月締め切りでですね、プレゼン大会、プレゼン大会をフルオンライン、フルオンラインでですね、オンラインで全て完結する、フルオンラインのプレゼン大会をしていきたいと思います。テーマは一つ、簡単です。こんなソロバン先生いたらいいなというテーマで、プレゼン大会を、プレゼンをしてもらいます。基礎だけでも結構ですし、絵を描いてもらったり、何か画像をつけてもらったり、あとはこういうような動画で発表してもらったり、まずですね、豪華なプレゼントは用意するんですけども、カメラさん、スポンサーになっていただきましてですね、里亀賞ということで、今、中学生の女の子にものすごく人気なのかな、高校生の女の子にも人気なのかな、この場で、プリントアウトできる写真チェキをですね、まずは2セット、ゲットしております。里亀賞でまず2セット、あとはですね、その上を行く、最優秀賞にはですね、さらにもっと豪華な、プレゼントを用意しておりますので、ぜひまた詳細はですね、来年年明け、細かくいろいろとお話していきたいと思います。まずはこんなソロバン先生いたらいいなというテーマで、プレゼン大会フルオンラインでやります。またそちらの方も期待しておいてください。あとはですね、ぜひこのチャンネル登録しておいてくださいね。このチャンネルでもう随時、最新情報はどんどん流していきますんでね。はい、今回のテーマはですね、どんなに田舎でもどんなに小さくても負けないソロバン教室を作るというテーマでお話していきたいと思います。ですね、今撮影日が12月28日月曜日なんですね。撮影日はで、この画像にも載ってるんですけども、うちの生徒にですね、年賀状を、ちょっと一人一人、メッセージを軽くつけて年賀状を作ってたんですね。その時にですね、やっぱりどんなメッセージをみんなに書いたかというと、大体2021年のその子その子に応じた目標をやっぱり書いてたんですよね。非常にベターな話であれですけどね、ぜひですね、生徒のみんなにはですね、目標を決めてほしい。目標、2021年の目標を決めてほしいんですね。決めるだけではですね、当然すぐ忘れるんです。じゃあ、忘れない1年間目標、それを強く、頭の中にインプット、刷り込みの作業が必要なんですね。ゴリ先生、デザイン会社やってて、よくキャラクター関係、を受けてました。いろんなキャラクターの絵を描いたりとかですね、するんですけども。じゃあ、キャラクターを、それぞれ例えば自治体のキャラクターを浸透させるために何やるか。刷り込み作業なんですよ、刷り込み作業。じゃあ、刷り込み作業何かというと、とにかく、一回でも多く、目、耳、鼻、目、耳、鼻じゃないな、一回でも多く、まあ、目と耳かな、とにかくその情報、そのキャラクターを脳に刷り込むんですね。この作業、しっかり実験でもですね、例えば初対面の人と、もう10回以上会った人、どちらが、好印象、好感度になるかというのも実験で出てます。やはり回数が多い方なんですね。このチャンネルもそうですね。なぜゴリ先生毎日アップさせるか。毎日みんなの脳に自然にゴリ先生のイメージが刷り込まれるように毎日頑張ってアップしてるんです。目標もそうなんですね。必ずみんな、生徒のみんな聞いてたら、目標決めたら、自分のベタな話で大変申し訳ないんですけどね、自分の机の上に1年間ちょっと貼ってみてくださいよ。必ず毎日何回も見る。何回も見る。別に冷蔵庫でもいいんですよ。冷蔵庫でもいいですし、毎回見る。教科書とかが置いてあるところかな。文房具とか学校の用意をするところ。そこに、1年間、2021年の目標を貼っておくと、必ず毎日何回も見ますよね、その目標。で、それを何回も自然にやってることによって、自分の頭の中で、しっかりその目標が植え付けられるんです。無意識のうちに。じゃあ、なんでその無意識のうちに刷り込みがいいかっていうと、自然に、やっぱり人間の脳ってものすごく優秀で、その目標に達成する情報を、無意識のうちに人間って取りに行くようになるんですね。2021年は算数が得意になるぞという目標を決めた場合に、
算数というキーワード、得意というキーワードが頭の中にしっかり刷り込まれているので、例えばタブレットで YouTube なんかみんな見てると思うんだけども、その時に算数というキーワードを自然に探したりとか、算数が得意になる方法を自然に情報を探しに行ったりとか、不思議と目標、よく、目標願えば叶うというふうによく言うんだけども、そういうところなんですね。やっぱりただ願っただけではゴリ先生叶わないと思うんです。しっかり目標を書いて自分の毎日何回も目にするところに置いておけば、無意識のうちに自分でその目標を達成するための情報、例えば本屋さんに行ったり図書館に行ったら、その算数が得意になる関係のキーワードの本を自然に探したり自然に開いて読むようになるんですね。まあ、必ずベタ、本当にベタですけどね、目標を決めようっていう、ありきたりの言葉ですけども、目標を決めるんじゃなくて、しっかりしっかり自分の目につくところ、視界に入るところに一日何回も何回も見るところに貼っておくと、自然に時間が空いた時に何かその関連のキーワードを探しに行ったりっていうのは脳はしてくれるので、しっかりそれやっといてもらえるといいと思います。ちなみにですね、ゴリ先生のこの教室、まあみんなに目標って言って自分で目標を設定しないのもどうかと思うので、ゴリ先生の2021年の目標は、どんなに田舎でもどんなに小さくても、負けないソロバン教室を作ると。ゴリ先生、宇都宮、栃木県の宇都宮ですしね、東京都内に教室があるわけでもなく、しかも、1教室、宇都宮の清原台というところに1教室しかありません。まあこんな小さい、ソロバン教室でも絶対に負けないソロバン教室2021年作りたいと思います。ある程度の方法はもう頭の中の絵図は書かれてるんですけども、これだけの、ネット社会、ネット社会を武器にして、ゴリ先生多分得意な方だと思いますんで、フル活用してですね、どんだけ田舎に教室があっても、どれだけ小さい教室でもないソロバン教室をしっかり2021年、作っていきたいと思います。キーワードはですね、フルオンラインかな、フルオンラインというキーワードで、強靭な、強いソロバン教室を、作っていきたいと思います。まあゴリ先生の場合、これをこの動画とかサムネイルはですね、自分の YouTube チャンネルにデータとして保存されるんで、それを毎回毎回しっかり、目に焼き付けて、無意識のうちにそういうような、情報を取りに行って、最強のソロバン教室になるように、2021年の目標として掲げていきたいと思います。ぜひですね、みんなも多分時間が空くと思うので、年内に決めてほしいんだ。2020年の間に2021年のやっぱり目標は決めておいてください。はい、で決めたらしっかり、机の上に紙に書いてね、大きく紙に書いて、机の上にでも貼ってみると、必ず願いは叶うと思います。はい、こんな感じですね、頑張って、今年も残りわずかですけどね、年末年始も、休まず必ず毎日1本無料の動画アップできるように頑張っていきたいと思いますので、またリクエストがあればですね、ぜひコメントを入れておいてください。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。